皆さんこんにちは、リンクスコンソート公式旅番組フトリップのお時間です。今回はこういきなりインドア動画でこうしかも料理動画をやっていこうかなと思うんですけども、まあ、まさにこの本業の音楽はどこへという感じなんですけども、まあ、気合を入れてやっていこうかなと思います。今回作る料理がこちら、ハギスということで、皆さんご存知でしょうか。このハギス、僕もスコットランドに来るまでは本当に耳なじみのない料理だったんですけども、これはスコットランドの伝統料理でして、このハギスっていうのが何かというと、こう羊の内臓ですね、こう肺だったり、こう心臓だったり、あとレバーだったりとか、こうそういったものをミンチ状にして、オーツ麦と香辛料と香味野菜とっていうものを混ぜ合わせて袋に入れてボイルしたものになります。こう日本では僕は見たことはなかったんですけども、こちらスコットランドでは当たり前のようにスーパーマーケットなどでも購入することができます。ただ僕はスーパーでハギスを実際に手に取って購入している人を見たことは実はありません。多分皆さんパブとかに行って食べるのが主流なんじゃないかなと思います。まあお家で作る人もいるとは思いますけども、このハギスはこうマッシュポテトなどの副菜といただくのが主流みたいなので、今回はそのマッシュポテトと、あとアスパラガス、人参といった付け合わせでいただいてみようと思います。クッキングインストラクションを確認すると、これオーブンで75分とか調理しないといけないみたいなので、とりあえずこちらをオーブンにぶっ込んでから他のものを料理したいと思います。パッケージを剥がして、ハギスをホイルにくるんで耐熱容器に2センチ水を張り、180度で75分熱する。 OK。 これなんか接着剤ついてますけど、この皮は食べないので大丈夫です。じゃーん、 OK。 クッキングホイルにくるみます。クッキングホイルって裏表あるんですか。つまり焼き芋ですね。2センチのホイル。OK。ではオーブンにセットしていきたいと思います。180度で75分。ピーラーで指切るのが怖くて、いつも包丁で皮むきたなんですよ。あとアスパラはこれですね。自然に身を任せる。これ結構ね好きなんですよね。いいでしょう。うちのマッシュポテト担当は同居人のオート君なので、
Konnichiwa. It's all right. Yep. Great. 彼はピーラーを使います。What else can I say in Japanese? Can you give me something to say in Japanese? What can you say? How can you say like my name is Oat in Japanese? Watashi wa Oto desu. Oto desu. Okay. Watashi wa Oto desu. Say that again. Washi. Watashi. Washi. Okay. You can say washi, of course. Washi. What's the actual thing? Washi. Watashi. Watashi. Yeah. Watashi wa Oto desu. Oto desu. Yeah. Actually, washi is like old person calling themselves. Old person call themselves washi. Washi, but yeah. I'm not old. Yeah. So it sounds funny. Oh, actually. Okay. Oh man, I'm just hard. ということで、マッシュルームができるまで移動。というわけで、75分待ちました。ハギスの方も完成しましたので開けていきたいと思います。手でいけるのかな。うん、あっち。おお、中でもう弾けてるね。あ、でもめっちゃいい香り、めっちゃいい香り。なんか香りだけ嗅いだらソーセージの、こっちのソーセージの中身みたいな感じですね。だからこう味付けとか近いのかな。というわけでこちらを盛り付けていきたいと思います。